はい、こんにちは。ちょっとした問題をアレンジして考えてみたんですけども、なんでこんな問題を思いついたかというと、昔中学受験を教えてるときに、何かの会場、まあもちろん中学受験だから会場って言葉は使いませんが、まあ要するに意味としては会場、何かの会場を12で何回割り切れるかっていう問題があって、ああ、それだったらこんな風に変えてみると、一応なんか大学受験のような問題になるかなと思って、まあ200の、10進法で表した200の会場を、12進法で表すと、末尾に前後0は何個なるかという話で、まあこれよくある話で200の会場を単に200の会場に末尾に0が何個並ぶかっていうのは、まあ200の会場を素因数分解したときに、こう素因数分解したときに、10進法だったら 2×5 のペアが1個あるごとに0が1個並ぶと。で、何かこれは10の倍数でない数。10の倍数でない数と10の何とか乗だったらこれが0が N 個並びますという話。と同じで、十二進法っていうのは、まあおそらく指が6本の宇宙人は十二進法を使うんでしょうと。4、5、6、7、8、9の後にまだ十二進法は文字がなきゃいけないんで、まあなんかじゃあ A、B。ここでやっと10と。で、人間、普段我々が使ってる十進法に言うならば、十二進法っていうのは位取りは12の0乗。まあ、何進法でも、1の位は1の位。12の1乗の位、12の2乗の位、12の3乗の位っていう位取りをするんですが、何言ってんだと。これ、こういう表現をするのは十進法を使ってる人類の思いはがりで、いや、我こそが真の十進法だっていう人は、この十二進法の、これが十二進法ですよと。こういうふうに表す。これが我こそ真の十進法だ。というふうに言い張って、こういうふうに使うでしょうと。ということで、同じく、この世界では、この世界では、資産10なんで。この世界の括りでは資産10。じゃあ、資産の組み合わせが N 個あって、それの、これの倍数じゃない A があったら、それは、0が12個。あ、じゃあ、0が N 個並びますと。いう話なんで、まあ、この200の階乗っていうのを、まあ、素因数分解したときに、まあ、十進法のままでも、2も3も、十進法だろうと、十二進法だろうと、2は2だし、3は3ですと。まあ、違うのは、7の次が11なのが、これが5、7、次が単に、B になってるだけと。まあ、ここで違いが初めて出るんで、まあ、この辺に関しては、2の数、3の数同じですと。で、いや、不安だと。不安だという人は、じゃあしょうがないから、まあ、200の階乗、200をそもそも12進法で表してみましょうかと。じゃあ200、まあ、これは12で割っていけばいいんで。まあ、こういうなんか、変換だけはできるけど、仕組みきちんと理解してないと、やっぱりできなくなっちゃうんで、まあ、ちゃんと仕組みを理解した上で変換できるようにと。80だから、6で余り8かな。で、12で割って、1余り4だから、まあ、200っていうのは、これが十進法ならば、148と発音すると怒られたりするかもしれませんが、まあ、148と。っていうのが十二進法でいう200のこと。じゃあ、これを、やっぱりじゃあ素因数分解したときに、というときに、じゃあ、要は2が何個あるかの計算で、まあ、こっち普通に十進法でやるならば、200までに2の倍数が何個あるかと、100個ありますと。で、4の倍数出したら、これを半分にすればいいんで、もうどんどん半分にすればいいだけ。2の倍数が100個、4の倍数が50個。で、8の倍数はさらにこれの半分と。で、16の倍数はこれの半分で、余りは切り捨て、小数点が切り捨てと。で、6個、3個、1個と。16の倍数、32の倍数、64の倍数、128の倍数と。で、これを全部足せば、この指数が出ると。175に10と12だから22足して197乗。2の197乗。まあじゃあ実際にこれもっちもちゃんと同じ数になるかというと、148を2で割ると、148割る2は84ですからね。9、A、B、10、11、12、13、14っていうのは、十進法でなら、
10、11、12、13、14、15、16のことなんで、16÷2だから168じゃないけど、168か割る2なんで84と。でこれの半分はまあ同じ42、21、10で10÷2は6ですから、で6÷2は同じ3、3÷2は1と。でこれ全部足すと8+4は10なんで106で、これは31、繰り上がりなければ楽、137に6足すとこれが141ですね。6足す7は1、11にあと4足して145個、2は145個と、2の145、ただしこれは10進法です、あ、12進法です、合ってるかな、12進法の145は1の位、12の位が4つだから48で、ここは144の位だから144足して5足して127合ってますね、197、同じです、同じです、もちろん当たり前ですけど、これを10進法に直すとちゃんと197個になります。じゃあそしたら、まあ、要するにさっき言ったように 4×3 のペアができて、それの倍数じゃない数、これだけ並びますということなんで、あと3の倍数も必要なんで、まあ10進法でやっても12進法でやっても同じになるって分かったんで、まあ 3も同じですと。じゃあ200÷3、これの半分と3の個数がどっちが多いかっていうのは、例えば単純に12の階乗ぐらいで比べてみると、12だとちょうど同じなのかな、2は6個、3個、1個で全部で10個、2が10個と、じゃあ3はっていうと4個、4÷3で1個、5個、5個と10個だからぴったりこれで同じ個数なんですね。でその際にどっちが多くなるとかどっちが少ないとかっていうのはちょっと微妙なんで、まあ単に計算した方が早いかなということで、200÷3は3÷6、18÷20だから66、66をさらに3で割って22、22÷3で7、7÷3で2でもおしまいですね。なんで88と9個だから97個、93の97乗と2の197乗でこのペアが何個できるかっていうと、97個できるのかな、97個の倍で194個だからちゃんと余りますね、2の方が多い、2倍しても2の方が余ってるんで97乗できるから末尾に97個0が並びますという話ですと。じゃあ以上です、ありがとうございました。